はい、今日の国見サッカー情報です。国見 FC ジュニア、小学生の部が、体育館で練習をしてたので、今日は選手の紹介を兼ねてインタビューをしてきました。僕の名前は中村瑠衣です。僕の得意なプレーはマタチャリです。頑張ります。僕の名前は加藤祐希です。僕の得意な、プレーはゴリ押しです。頑張ります。僕の名前は伊藤優斗です。得意なプレーはドリブルです。頑張ります。僕の名前は植木幸志郎です。得意なプレーはボールを取ることです。頑張ります。名前は井出田壮太郎です。得意なプレーはキーパーで止めることです。頑張ります。僕の名前は本田優です。得意なプレーはシュートを打つことです。頑張ります。6年の海田春奈です。得意なプレーはドリブルのダブルタッチです。頑張ります。6年の島田春奈です。得意なプレーはダブルタッチです。頑張ります。6年の宮崎リオンです。得意なプレーは裏を取ることです。頑張ります。6年の山島瑠香です。得意なプレーは90度です。頑張ります。6年の中尾智です。得意なプレーはトラップです。頑張ります。5年の伊藤亮介です。得意なプレーはセーブするところで。頑張ります。5年生の吉田光生です。得意なプレーはアドリブルです。頑張ります。5年の石本アルマです。得意なプレーはキープです。頑張ります。5年の稲本監視です。得意なプレーは相手が攻めてきた時にゴールを奪うプレーです。頑張ります。5年の大谷幹則です。得意なプレーは相手のゴールを取ることです。頑張ります。僕の名前は三浦伊之助です。得意なプレーはドリブルです。頑張ります。5年組の本田ライズです。得意なプレーはドリブルです。頑張ります。国見 FC ジュニアの、コーチをやってます中村です。主に6年生の担当をやってます。来週九州少年の雲仙市予選が、あります。今の6年生は、新人戦で前日と県大会に行けてないので、来週最後の大会になるので、楽しんでプレーをしてもらっていい結果が出るように今頑張ってます。で、6年生は、ボールを保持しながら前に攻めるという形を、1年間通して続けてますので、その集大成をとして、6年生には頑張ってもらいたいです。はい、国見 FC ジュニア代表の達田です。現在の状況としましては、活動人数ですけども、6年生が11名、5年生が7名、4年生が残念ながら0名ということで、ジュニアとしての活動としては、この11名と7名、18名で行っております。この下にスクールの活動としまして、1年生から3年生で15、6名ほどいます。今の状態としましてはですね、国見 FC ジュニアでは、4年生、特に4年生の、サッカーを一緒にやってくれる、子供さんを、募集してますので、興味がある方、火曜日は幸次郎小学校、水曜日は、平小学校、金曜日は肘黒小学校ですね。それぞれ17時から19時まで、スクールの方は18時30分まで、練習をみんなで楽しくやっておりますので、ぜひ見学体験の方に来ていただけたら嬉しいです。みんな一緒にサッカーをやりたいと思いますので、よろしくお願いします。